うち一番お忙しい時間帯、それにまたお疲れのところ、本当によくお集まりくださいましてありがとうございます。私あの今日の司会進行座長を務めさせていただきます宮内と申します。よろしくお願いします。先日の8月22日人事議会の最終日、皆さんもすでにご承知の通り、残念なことに、結果がなってしまいましたけれども、また諦めたわけではございません。今日はそういう中で提案がありますけれども、それにいたしましても先日の議決の方法、無記名投票という我々議会人にとっては誠に恥ずかしい方法を取らざるを得なかった、多勢に無勢ということで、まあ、そういうことになってしまいました。これからもそういうことを一つ一つ改善方向 に私たちは力を合わせていかなければならないなということも強く感じました。まあ、そういうことも含めて私たちは力強くこれからも取り組んでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、公的医療を守る市民の集い、今日は7回目ですね。よくお集まりくださいました。それでは会議に先立ちまして、神奈川代表から挨拶がございます。今日はですね、大変暑い一日が終わってお疲れだと思いますけれども、市民の熱い思いが今日皆さんお集まりいただいた、こういう現れだろうと思っています。今日はマスコミ各社が何社か入ってまして、多少緊張しておりますけれども、我々の運動がメディアを通じてですね広がることも大いに歓迎をしたいと思っています。冒頭でありますけれども、この8月の27日に第3回目の皆さんの熱い思いであった緊急要望書を3回目に提出をしました。で、その4万8400という数字にですね相なって、これは今までに調子を上げて取り組んだ、これだけの数を集まったことは今までないというふうに自負をしている。で、その際市長とですね、申し入れをしたくだりの2点、その一つは市長に市民対話集会をぜひやろう。で、これは 7日8日市長はやったというふうに言ってますが、一方的な行政説明の休止説明だけです。これは対話集会ではなかったというふうに私は理解してますので、このことを強く申し入れました。今一点、議会で通過したとはいえ、市民としてはこの休止はどうしても納得はしていない、この撤回を改めて求める、この2点で27日申し入れをして、すぐに文書で回答を求めましたけれども、今日この文書が手元に来ました。この中身をご紹介しておきますが、大変残念でありますが、この9月全面休止の撤回については、1行、撤回については考えていません。2点目の市民対話集会についてでありますが、開催は予定していない。全く我々の市民の意向を聞こうとする姿勢に欠けるものだということで、私は憤慨をせざるを得ないと思っています。次の点で言ってもですね、その同じ日に27日でありましたけれども、議会の全員協議会で皆さんもすでに話を聞いていることが多いかと思いますが、19年度の財政報告、会計報告がされました。一般会計含めて軒並み黒字です。で、これを赤になるから夕張になるからということで休止理由にしてきたことが
覆されたと言っても過言ではない。一方でどんなことが起きているかということで、これも警戒をしなければならないことですが、さまざまな市から補助金をもらっている団体に対して、あんたたちは補助金もらっているのは何だと、こういう活動、反対活動をするのは何だという圧力がいろんな形でかかっています。これからこういうことにも大いに警戒をしなければならないと思っています。挨拶の最後になりますけれども、今日も、前回おいでになってくれた方には名簿を回して連絡先としてですね、今後確定をさせていただきたいので、名簿を改めて回しますので、前回おいでになってない方、あるいは前回確認されたよって方、ぜひとも名簿で整理をさせていただきたいので、ご協力をいただければありがたいと思っています。最後まとめますけれども、代表としてですね、皆さんに改めて敬意を申し上げて挨拶に入りたいところです。今日は大変ご苦労様です。それでは今日も松井先生がお見えになってますので、一言よろしくお願いいたします。どうも松井です。そうですね、やっぱり市のね、態度はどうもなんか最近納得のいかないところも多くなってきて、もう言葉に詰まるところですけども、基本的にはね、市民の皆さんがどうやって安心して毎日過ごせるかっていう、それが究極のね、市の運営の目的だと思うんですよね。そこのところを常に忘れないようにですね、市はやっていただきたいし、僕もその目的に何か役に立つことがあればと引き続き考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。